逗子海岸のね3人組がいたのでなんかカラフルでね目立ってたんですよ。すごい。年齢は20歳です。19です。19です。中学の同級生。はい、で今日ね試してもらうゲームはマジで愛してるゲームっていうねゲームを試してもらいます。これはねあの負けたらあのちょっと照れる罰ゲームがあるんで。聞いてない聞いてない聞いてないよ。頑張ってください。じゃあ最初誰からにしましょうか。じゃんけんぽい。はい、これ勝。はい、はい、はい、1番。はい、マジで愛してるゲーム。イエーイ。マジで愛してる。マジでマジでマジで愛してるよ。マジで愛してるよ。愛してるよ。愛してるよ。あれ下のお名前はふみなです。負けてしまったねふみなちゃんに罰ゲームがあります。今の好きな人か彼氏さんはいらっしゃいますか。リアルタイム。え、彼氏はいないです。気になる人はいると。あ、まあ、彼に向かってですね、彼らの向こうの彼に向かってマジで愛してるよって言ってほしいんですけど、はい、名前もあだ名。そう、あだ名でいいじゃん。あだ名、うん、どっちにするの。どっちって何ですか。どっちって。え、じゃあっちがいいと思う。どっちだよ。じゃあマカオで行こう。マカオ。どんな関係なんですか。どんな関係。いけない関係。いや、いけない。微妙な関係。一番詳しいですね、そういうのは。一番詳しいです、そういうのは。不倫はしちゃいけません。こっち浮気。いや、浮気じゃん。いや、こう。日本人ですね。あだ名がマカオで、そのね、思いを寄せているマカオさんにね愛を囁いてもらいます。3、2、1。マカオマジで愛してるよ。いやー、無理な。いけない方ない。じゃあ静岡の人好きです。静岡の20個上です。20? 本当に。え、そう、15個上です。マジで。浮気専門家の方。ノリノリ。愛知から出てきた人大好きです。やばい、超面白い。ありがとうございました。マカオさんにもね、あの気持ちが伝わるといいですね。カメラの向こうのみんなにバイバイお願いします。せーの、バイバイ。